暴動を起こすインドネシアの群衆ボートによって破壊された車両マラリ事件は1974年1月田中角栄首相がインドネシアを訪問した際に首都ジャカルタで発生した暴動である。このマラリとはインドネシア語のマレパトーカリメイブラスジャヌアギの略称である。ボートたちは日系企業がインドネシアのスハルト大統領側近の将校たちや 過人経済罰と癒着してビジネスを拡大していると主張して暴動を起こしたとされる。過人系、日系の代理店や事務所、日本社などが焼き打ちにあった反日暴動であった。一方で、スハルト政権の新地通体制に対する不満が爆発した反政府暴動的側面、さらには事件を利用したスハルト政権内部の権力闘争の側面をも持ち合わせていた。 当時のインドネシアは1973年秋頃からスハルト政権下で下火だった学生運動が息を吹き返しつつあった時期であり、インドネシアでは自国政府とその政府を支援する外国への批判が強くなっていた。このため、田中がインドネシアを訪問する際、日本側もある程度のデモが行われることを予測していた。しかし、マラリ事件の激しさは、 日本側の予想を超えていた。1974年1月14日、田中角栄首相は、東南アジア歴法の最後の訪問国として、インドネシアを訪れるべく、ジャカルタのハリム空港に到着した。しかし、デモ隊によって空港から迎賓館への使用道路は、すべて封鎖されており、迂回して迎賓館へ向かった。迎賓館での会議そのものは平穏無事に終わったが、 迎賓館の外では暴動が加熱し3日間にわたる内乱の中で11名が殺され17名が重篤な傷を負い120名が負傷おおよそ770名が拘束されたまた1000台以上の車両が破壊され144棟の建屋が破壊されるか焼損するかした暴動の様子は日本国内でもテレビ中継され インドネシア国民の激しい反日感情に日本国民は衝撃を受けた。スハルト大統領は田中との会談の最中、暴動に関して遺憾の意を表明した。デモの中心となった学生運動家たちは日系企業がスハルト側近の将校たちや過人経済罰と癒着してビジネスを拡大しているとして暴動を起こしたとされている。結局、田中は インドネシア訪問の最中、迎賓館から出ることは一度もなく、インドネシアを経つ17日にはヘリコプターで空港まで向かう羽目になった。インドネシア政府は事件から1週間後、暴動は政権打倒と憲法改正を目指す暴略だったとの結論を発表した。当時の治安責任者だったスミトロは更迭されるが、後に権力の座に返り咲いた。インドネシア側は、 この事件を機会にスハルトへさらに権力を集中するようになった。一方、この事件は日本人のインドネシアに対する見方や文化交流、外交の考え方を変えた。それまで日本ではインドネシアを商売の対象として見る考えが強く、インドネシアの文化を学ぶことには消極的だった。スハルトも日本人をインドネシア文化を理解することに消極的だと評していた。 この事件以降、日本は、それまでの経済一辺倒の発展途上国に対する外交姿勢を改め、自国文化を紹介すると同時に、相手国の文化も学ぶという文化交流に力を入れ始めるようになる。外務省は、この事件を機に文化交流事業を推進するようになった。この流れは、後の福田ドクトリンとして結実し、現在のインドネシアの良好な対日感情にも、 つながることとなった。この事件は現在のインドネシアの若者にはあまり知られておらず、法事新聞のジャカルタ新聞が2014年に1月に行われた学生100人を対象にしたアンケートでは100人中66人が事件を全く知らないと回答している。ありがとうございます。